皆さんこんにちは。1970年代一世を風靡した天地真理さんは、世間から白雪姫と呼ばれ、子供から高齢者まで幅広い層の人気を集め、昭和のトップアイドルです。しかし病気のため芸能活動を休止したり、離婚を経験したり、アダルト路線に進出し、たりと波乱万丈の人生を送る天地真理さんは、芸能界を引退してはいないものの、今現在表立った芸能活動は行っていないようです。またかつて日本中を熱狂させた白雪姫は、現在老人ホームで破産寸前との情報もあります。そこで今回は芸能活動休止になった難病と豪邸などに関する老後生活をお伝えしていきます。それでは初めに芸能活動休止となった病気に関してお伝えします。人気絶頂中だった天地真理さんですが、1977年1月からは甲状腺機能低下による体調不良のため1ヶ月の入院生活を送り、1ヶ月後の2月20日には退院するものの、症状は思わしくなかったようで、休養生活を続け、そのまま2年余りにわたり芸能活動を休止しています。当時は甲状腺の低下のため休養とされていましたが、2015年の週刊新潮のインタビューで、人気がなくなってきたためうつ病になったと天地真理さん自ら真相を明かしています。そして2年余りの休養を経て、1979年5月に芸能活動を再開させた天地真理さんでしたが、以前のような圧倒的な人気を再び得ることはなかったそうです。それでも天地真理さんの熱心なファンは多く残っており、ファンクラブは解散することもなく、天地真理さんの復帰を待っていたようです。1980年以降は舞台に出演したり、バラエティ番組のレギュラーを務めたりと、新天地を求めて活躍の幅を広げていき、1983年にはセクシーな写真集を発売したりと、アダルト路線にも挑戦し世間を驚かせています。愛くるしいアイドル歌手だった天地真理さんのあやかしに衝撃を受けた人も多かったのですが、1997年45歳になった天地真理さんはヘアヌード写真集を発売しています。さらに成人向け映画やアダルトビデオを発売したりして話題になります。振り返ってみると、天地真理さんがトップアイドルとして活躍したのは1971年から1977年のわずか6年ほどの間でしたが、その間に数多くの楽曲を発表し、映画やドラマにも出演しています。トップアイドルとして活躍していた天地真理さんですが、徐々に露出が少なくなり、私生活についてはあまり知られていないようです。続いて天地真理さんの現在の生活とともに、結婚生活や破産寸前の噂についてお伝えします。天地真理さんは1986年30代半ばで飲食業を営む一般男性と結婚しています。翌年には女の子を出産していますが、1996年に離婚しています。離婚後、天地真理さんは女手一つで娘を育て上げましたが、2003年に再婚の噂が持ち上がります。きっかけはテレビの収録の際、交際中の会社社長の男性を紹介し、結婚する予定であることを公言したというものです。当時52歳の天地真理さんには16歳になる娘がおり、娘が成人する頃にはゴールインつもりであると伝えられましたが、結局再婚には至らなかったそうです。そして天地真理さんの容姿に関しては、50代で久しぶりにテレビ番組に姿を現した際の激変ぶりにびっくりした人も多いのではないかと思います。年齢による影響では済まされないほどの変わりようで、甲状腺機能低下で体調を崩したことがあるため、薬の副作用で体重が増加するものもあります。天地真理さんが具体的に何か病気を患っているという情報はありませんが、昔の面影が感じられないほど太ってしまったのは、離婚のストレスや薬の副作用と考えれば納得できます。そしてネットで噂されている天地真理さんの老人ホーム暮らしについてですが、天地真理さんはうつ病で休養したことを告白し、インタビューの中で現在の暮らしぶりについて言及しています。天地真理さんが川崎にある老人ホームで生活しているのは事実のようで、高齢年金を20万円もらっており、ホームの家賃が月額14万円で、食費が月に4万円ほどかかるということも告白しています。全盛期は月給300万稼いでいたそうで、当時はかなり豪遊していたなんて話も聞きます。
これだけ稼いでいれば貯蓄もありそうですが、実際そうでもないようで、20代の頃から良い思いをたくさんしてきて、今でもその時の感覚が忘れられなくて、お金があると使っちゃうんですと、前世紀の金銭感覚を引きずったまま、お金があればあるだけ使う生活をしてしまい、完全に金銭感覚が麻痺してしまったようです。さらに現在の家賃や生活費はファンクラブの方が出してくれていたり、渡辺音楽出版との契約で天地真理さんが亡くなるまで3ヶ月に1回5万円が振り込まれるようになっているそうですが、この5万円は娘さんに渡しているそうです。普段生活に使うお金は娘さんが週に3回2000円ずつ振り込んでくれて、それでなんとかやりくりしているそうです。当時豪華な暮らしをしていた天地真理さんも、現在はギリギリのところで生活していることがうかがえます。最後に天地真理さんのプロフィールと経歴を紹介します。天地真理さんの本名は斉藤真理さんといい、1951年11月5日埼玉県で生まれています。幼少期に両親が離婚し、母親に育てられています。たびたび上京を繰り返す暮らしの中、ピアノの楽しさに目覚め、国立音楽大学附属中学校から国立音楽大学附属高校へ進学します。高校進学当初はピアノ科に在籍していましたが、声楽科に転科し、歌声に磨きをかけています。1970年に高校を卒業した天地真理さんは、中里音楽事務所に所属し、若者向けの視聴者参加型音楽番組に出演します。やがて大手芸能プロダクションである渡辺プロダクションの目に留まり、同年12月に渡辺プロダクションへの所属が内定しています。1971年4月には CBS ソニーレコードと正式契約を結び、このように幼い頃から音楽の才能を垣間見せていた天地真理さんは、高校卒業と同時に音楽事務所と契約し、今の芸能界へと足を踏み入れます。 CBS ソニーミュージックと契約を結んだ天地真理さんですが、国民的アイドルとなったきっかけは、1971年7月21日放送の人気テレビドラマ時間ですよの隣のマリちゃん役です。この時間ですよは森光子さんが主演を務めた銭湯を舞台にしたホームドラマで、堺正章さんやキキキリンさんらが出演しています。天地真理さんは従業員役のオーディションで最終選考に残りますが、落選してしまいます。ところが主演の森光子さんが天地真理さんを気に入り、脚本にない役柄隣のマリを設定して出演することとなります。ドラマ初出演の時、天地真理さんはギターを弾きながら恋は水色を歌い、その美しい歌声と輝くような笑顔で世間を驚かせます。堺正章さん演じる銭湯の従業員がひたすら憧れる隣のマリは、そのまま多くの人々の憧れの的になります。時間ですよの初登場シーンで美声を披露した天地真理さんの美しく伸びのあるファルセットは、愛くるしい笑顔と相まって多くの人々の心をつかみます。そして同年10月に歌手としてデビューすると、デビュー曲の恋は水色は大ヒットを記録します。デビュー以降、天地真理さんは1971年から1974年にかけて、小さな恋、一人じゃないの、虹を渡って、恋する夏の日、思い出のセレナーデンなど出す曲のすべてが大ヒットするという国民的人気歌手へと成長していきます。デビュー曲以来大ヒット曲を連発する中で、1972年9月に発売された4枚目のシングル「虹を渡って」が、1973年春の選抜高校野球甲子園大会の入場行進曲に選ばれ、この頃の天地真理さんの人気は天井知らずの勢いとなっています。アイドルの人気のバロメータだったブロマイドの売り上げは、女性部門前年前々年トップの南沙織さんを抜いて堂々の第1位となり、名実ともにトップアイドルに上り詰めます。その後も天地真理さんの人気はうなぎ登りで、小さな子供たちもその例に漏れず、下敷きなどの文房具やトランプなどのおもちゃにも天地真理さんは起用され、数多くのグッズが販売されています。さらに人気は加熱し、今の大手自転車メーカーのブリヂストンサイクル工業からは子供用自転車のドレミマリちゃんも発売されます。また1972年、73年、
74年と3年連続で NHK 紅白歌合戦に出場するなど、飛ぶ鳥を落とす勢いの人気ぶりとなります。いかがでしたか？今回は芸能活動休止になった病気と老後生活についてお伝えしました。人気を博していた天地真理さんはうつ病に見舞われ活動休止となり、再開後も様々な路線変更で世間を騒がせています。また全盛期は豪遊していたなどという話もありますが、現在は年金暮らしでひっそりと暮らしているようです。動画を最後までご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。